どうも、べっきむです。今日は6月の5日です。それでは行きましょう。6月5日は何の日でしょうか正解は富山県にある黒部ダムが完成した日になります。ここで、今日はその水にちなんで、この日本酒、鍋島をですね、紹介していきます。 しかも、その鍋島が展開する5種類の味をぜひ紹介していきますので、最後までご覧ください。さて、今回ご紹介するこの鍋島は、佐賀県にあります福知よ酒造で主蔵されています。福知よ酒造がこの鍋島というブランドを立ち上げてからたったわずか3年で、国際酒祭りの純米酒部門で見事日本一に輝いたという実力です。 こちらが福地用酒造で作られたナビ島の5種類の日本酒です。左から順番に紹介していくと、こちらが特別純米のクラシックです。右隣にあります、こちらのオレンジのラベルは純米銀醸の500万石です。そのお隣にあるのが純米大銀醸クラシックになりまして、そのさらに隣は純米大銀醸生北雫です。さらにその一番右にあるのは特別純米グリーンラベルです。 以上、こちらの5種類を今夜は一本1本飲んで味を確かめて飲み比べていきたいと思います。まず一番最初に紹介するのはこの特別純米グリーンラベルです。早速おチョコに継いでいきましょう。日本酒を注いだ瞬間にこの日本酒のいい香りが鼻を刺激してきます。それでは実際に飲んでいきましょう。うん、これはいい味してますね。美味しいです。 この特別純米グリーンラベルは、鍋島というお酒を全国区の日本酒にしたと言われているお酒なんです。この上品な香りと透明感を感じさせる切れ味抜群の辛口に仕上がっています。さて、お次に紹介するのは、この純米大吟醸クラシック吉川さん山田錦です。 酒米の王様と称される山田錦の中でも別格と言われているこの特営地区、吉川山,山田錦を使用しているのがこの純米大吟醸クラシックなんです。それでは実際にこのリーデル社の大吟醸グラスに純米大吟醸クラシックを注いでいきたいと思います。さて、実際に一口飲んでいきたいと思います。 この心地よい香りに誘われながら口に含んだ瞬間に広がる甘酸っぱさのボリューム感あふれる旨味はミネラル感いっぱいで後味もすっきりしてます3番目に紹介するのは純米大吟醸生北雫になります2016年に初リリースした北海道の酒米北雫を使用した純米大吟醸です では実際にこちらもですね、先ほどと同じようにリーデル社の大吟醸グラスに注いでいきたいと思います。実際にこうしてみると、なんかワインのようですね。さあ、華やかな香りに誘われながら一口飲んでいきます。フレッシュ感と透明感を持ち合わせ、お米本来の旨味を感じさせつつ、透き通るようなその味わいはバランスが非常にいい印象を受けました。非常に美味しいです。 さてお次は特別純米クラシックを紹介していきますこちらの特別純米クラシックは食中酒向けの純米酒で冷やそして常温はもちろんのことおかんにつけても高いポテンシャルを見せてくれる一本ですベッキムはやはり冷やが好きなので特別純米酒クラシックは今回冷やで飲んでいきたいと思います香りの穏やかさを感じつつさあ一口飲んでいきたいと思います 口の中ではお米の旨味がふわっと広がり非常に落ち着いた感じのお酒になっていますさて最後にご紹介するのはこちらの純米吟醸500万石です非常にオレンジのラベルがとても印象的な一本ですさてこちらのおちょこに純米吟醸を注いでいきます鍋島のラインナップの中では一番すっきりしたタイプの純米吟醸と言われていますフレッシュ感あふれる華やかな香りがします そして一口含んでみるとこの甘みと酸味が絶妙なバランスに仕上がっている一本です。さあ、佐賀県が誇る名酒鍋島を5本飲み比べてみました。このように鍋島を5種類飲み比べできるのも家飲みならではだと思います。今回飲み比べしてみてやはりそれぞれが特徴を持っていてやはり違いがわかります。ぜひこの動画を見ていただいた皆さんもいろんな酒屋を巡っていただいて鍋島をゲットしてみてください。 絶対に後悔させない日本酒だと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も日本のグルメ、そしてスポットなど多数配信していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you!